さあ今日のエブリバディノーズのゲストはですね、今年の8月の終わりにセカンドアルバム、ここならバラは咲く育つすいません、どうぞ、はい、を、リリースした時にですね、遊びに来てもらいました渚十五先生にですね、その時また冬のアルバムを作ってるんで、その時またね、ぜひ来てくださいなんて言ってたので、約束通り、冬のアルバムというか、もうクリスマスアルバム&ウィンターアルバムがですねできましたんで、今日はお迎えしておりますんで、よろしくお願いします。こちらこそ、こんばんは、こんばんは。今回のこのアルバムは、これクリスマスのアルバム、オムニバスをプロデュースっていうか作るの今まで2枚目ですよね。そうなんですよ。それで、まあ、6年ぐらい前に作ったやつと、うん、新曲を入れて、でリニューアルして出したってやつ。あ、リニューアルして出したんですか。そうなんです、まあ、マスタリングも変えてますし、なるほど、まあ、大体クリスマスソングが半分ぐらい、そうとかな、ね、ほとんど、まあ、クリスマスソングって言って、この曲なんかもあの得意なこのボーカリスト原松さんのクリスマスソングです ね、まあ、ね、マイガールのイントロで入って、まあ、曲は違うんですけどね、冬の星座というタイトルで、まあ、今日はあのそんな渚さんのクリスマス、自分のね、クリスマスソングもかけつつ、あと、まあ、大体この番組ですね、去年もやったんですけど、マニアッククリスマスっていうところで、ちょっと普通のクリスマスソングではない、なかなか耳にしにくいものをですね毎年集めたりしてるんですけど、今年はなんか不作だったりしたので、まあちょっと僕は全然調べて買ったりしなかったんで、渚先生にですね、3枚今日は持ってきていただいたんで、それをかけつつやろうと思いますので、じゃあちょっとこれ、原真澄さんのマイガール冬の星座を聞きつつって感じで、続いての曲はですね、このキャンディトイズ&スノーというオムニバス以外に、アナログのね7インチアルバム、アルバムじゃない7インチシングルをですね、お出しになられたというところで、これサイレントナイトオンナホリーヒルというですね、そうですね、曲なんですか。これはなんかバファロードーターの大野さんが、そうですね、ムーブシンセサイザー、ベース、でこのシングルではベースとベース、コーラス、ものすごくでっかい声で、ボイスも入ってるんですよね。なるほど。これはなんかやっぱりあの、まあ、一応タイトルはねそういうクリスマス的なあれになってますけど、夏に出されたアルバムにつながるような、そうですね、感じの曲ですよね。まさにその通りだと思います、で、まあ、歌詞の内容とかはちょっとあの冬仕立てになってますけど、で、まあ、大野さんなんか忙しい、ちょうどアメリカ公演の、ツアーの前の日に来てくれて、でそれでもうベースと歌、でクレジットはって言ったらグランドロイヤルってどっか出しましたね、あれね、いやだクレジットは出せないんじゃない、いやもう出していいですって、もうすごいね、その辺のなんかラフさがなんか、いやもうたまりませんな、ね、だから人気あるんですよ、ね、あれ、あ、そうですよね、じゃあちょっとこれはじっくり、わかりました、聞いてください。
雨が時に楽しく時に悲しく巡り巡り季節に疲れる耳に離れぬメロディーにはかつての悲しみ忘れかけた懐かしの笑い声確かに聞こえる風の中で雪に変わる雨の中
いい感じですね。先には聞いてなかったんで、ここで思わずじっくり聞かせてもらったんですけど、なんか自然な風にできてし、これはなんか作った時のエピソードがさっきあるっておっしゃってたんですけど、そうですね、あるちゃんと決められた曲を録音した、先に、その NG テイクの上に、そのたまたまセッションでやってた曲を入れたら、その前の曲が残ってて、前のじゃあ消し残しって感じですね。そうですね、それがあの後半のあの大野さんのベースが出てくるあたり、あのアコギと、あの辺にこう重なる、あれがその前の曲だったんですけど、なんかあの普通のね、まあ、クリスマスソングっていうのもシンプルで割となんか展開が見えるじゃないですか、ちょっと変な感じですね、そこがやっぱりいいんじゃないですか、ありがとうございます、ね、いやいや、その7インチこれ限定300だからもうすぐなくなっちゃうんですか、そうなんです、クリスマス前に売り切れみたいな、ね、ケーキみたいな感じですね、そう今ね213枚まで売れてるからそれは分かんないですけど、ね、はい、ということで、やっぱりやっぱり独特のやっぱムーグが入ってるところが、そうですね、渚サウンドなのかなっていうふうに最近、そうですね、まあ、ちょっとこの、ま、あの最近ライブもやったんですけど、まあ、そこでもまあ、他の方とはちょっと違った感じにできたかなと思ってますけど、それどういう感じでやったんですか、ムーグアコースティックピアノ、エレキギターに女性コラス3人と、もうある人にムーンライダーズの岡田徹さんもその場にいて出たんですけど、一緒には僕とは別のセッションですけど、なんか70年代初めのプログレとプログレな感じですか、プログレとなんかいろんなものが合わさったような変な感じだと言ってましたね、そうか、それはあるんですよ、もうムーグとかはその場の即興的な感じで、そうですね、まあ、ちょっと 4,5 種類を音色を選んでおきますけど、つまみの感じとかもグイグイの感情も即興ですよ、そうか、あんまりね、そのムーグムーグとかそのアルバムの音の中にはたくさん入って、もうよく先にね、意識して、あ、これはムーグだっていうところに、この 2,3 年になってきてるじゃないですか、だけどそのライブの場でね、そういう風に、ガッと使ってるっていうのはあんまり普通のバンドとかの携帯でもないですよね、まあ、バッファロー・ドーターとかは、まあ、そういうやってますね、携帯を使ってますけどね、そういうところなんか新鮮さが、そうですね、そのムーグと、僕自体はものすごくアコースティックにあるから、それがこう合わさってるからちょっと変わった感じなんですね、すごい機械的というかテクノロジカルな部分と、アコースティックな部分とかミックスされたっていう感じなんですかね、この辺もこれもインストですか、これインストです、ね、シングルの、はい、B 面に入ってますけどね、はい、毎年あれですね、まあ、冬は冬でクリスマスとかそういうねウィンターなイメージあるんですけど、まあ、季節ごとに日本は四季があるの で、季節ごとにアルバムも、毎年ではないですが、ね、やってみたい、それなんかそういう気分ですね、じゃあ今年は冬だったから来年はじゃあ春のアルバムとか、そうですね、ここでね、もうちょっと考えてますよ、それで、まあ、12年ぐらいもできますよ、うわ、はい、12年分毎年1枚ずつでやっていけばコンセプトでね、はい、で今日はね他にもいろいろ変わったクリスマスソングなんか持ってきてもらってますけど、ものすごくマイナーなの持ってきました、ね、いやいやそれがいいんですよ、はい、もうマニアッククリスマスっていうところなんで、わかりました、なんかそういうなんか変わったクリスマスソングをね選ぶなんか基準っていうのはどういうとこ、なんかコーナーとかもまあ普通の例えばマライア・キャリーとかだったりすると、バーンとお店であったりしますけど、そうじゃないものってねなかなかこう本当発掘するっていう作業をしないと、だから多分僕のこの見つけるコツはその変わったレコード屋さんに行ってるんですね、いつもね、はあはあはあ、だからそれが季節関係なく行ってるから、はい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 、大体それぐらいになるとほらポコッと入ってたりとか、ああそうですよね、でも入ってたとしても1枚とかね数枚ですもんね、そうですね、だからレコードだけじゃなくて他のもんでもそうだけど、なんかいいと思って、またまだあるなと思って、次行くとなかったりするから、ああそれはね、どこでも中古マーケットとかでもそうですよ ね、本当に自分が気に入ったと思ったらやっぱり買う、かなっていう感じですね、さあそんなところで買った曲、これがメトロノームズ、メトロノームっていうね、メトロノーム、多分ね個人のシンガーソングライターなんですけど、アメリカなんですけど、アルバムを1枚と、オムニバスに何枚か出てるんですけど、それの入ったブラックビーン&
プレイスティアっていうレーベルがあるんですけど、ここのレーベルはいつも手作りで、うん、まあ、ちょっとジャケットを見ながらあれですけど、これジャケットまたあのどっかのデパートの包装紙を自分で、うん、あの貼り付けて、もちろん中にあのちゃんと A 面 B 面なんてもう手書きですよ、ね、あ、うん、じゃあ本当に数少ない感じですよね。そうでしょうね、うん、だからあのジャケットが全部違うんですよ。あ、そうなんですか。全部違うんだ。なんかレコーダーに 5,6 枚置いてあったんだけど、うん、全部違う、放送紙が違うから。うん、でもここのはね全部こんな感じなんだけど、うん、音いいんですよ。なるほど。じゃあちょっとこのふにゃけた感じね、グリーンスリーブ、ね、さてメトロノームに続いては、これはまあそこそこ有名な、はい、ポピュラーです ね、あのただ彼が出したこれ多分オムニバスの、うん、これマイナーなレーベルから出てるクリスマスシングルですね、4曲入りの、うん、でルイ・フィリップの他に、うん、全部で4人入ってて、うん、でこれはオリジナルですね、あのクリスマスサン、あ、オリジナル曲ですね、うん、ちょっとやっぱりビーチボーイズで意識してるのかもね、うん、なんかあんまり本当なんかあったかい感じがしますよね。そうですよね、すべ、うん、てにおいて共通するっていうね、うん、だからこういうクリスマスソング、いわゆる既成の、あのビッグアーティスト の、うん、あのクリスマスっていうよりも、うん、これちょっと面白いですよ、うん、ビッグアーティストのはなんかやっぱりどっかで売るぞみたいなね。そうですね、うん、ここでこの時期売っちゃうぞみたいなね。そうありますよね、うん、でそこが一過性で過ぎてしまったら、うん、まあ、来年聞けないなみたいなところがあったりするじゃないですか。この辺はそうじゃないですよ、うんうん、やっぱりいいクリスマスソングっていうのは何年も聞けるっていうのが、ね、いいものなのかなと思います。思いますよね、うん、じゃあちょっとこれもね、なかなかオンエアにならないと思うんで聞きましょう。ルイ・フィリップでクリスマスさん、Christmas came, Christmas went away, all the flames, the keys away.
さて3つ目はこれはだいぶ、古い。そうですね、うん、1975年のクレジットになってますか。いわゆるシンガーソングライター、カナダの人で2枚ぐらいアルバム出してるんですけど、うん、これファーストだと思うんですが、うん、この中に入ってるそのキティスターっていう、うん、あの女の子の名前なんですけどね、うん、でそのまあ、テキサスのロディオがうんぬんかんぬんってあって、うん、それで馬に乗るのは楽しいけど、うん、馬乗るよりもあの君のことが好きだ、キティスターって言うんですよ。でずっといろいろあって、うん、で I love you more than Christmas、うん、クリスマスより君のことが好きだ、うん、キティスターっていうのが、なるほど、ね、私のずっともう毎年頃これを聞かずして、あ、もうこれは渚さんの中ではクリスマスソングのスタンダードナンバー。そうですね、12月20日から25日の間にこれを聞かずして、うん、クリスマスは過ごせない、うん、クリスマスのなんかじゃあちょっといい思い出なんかを聞いてみましょうか。そうですね、ええ、いい思い出はあれですね、うん、やっぱり毎年その、うん、いろんな人に違うこのクリスマスケーキを作らせるというね、うん、このオリジナルのですね、ええ、うん、それをモットーに今もうそれをモットーに、ええ、やってますから、うん、だから通常のいわゆるデコレーションのクリスマスケーキじゃなくて、うん、買わない、ええ、そう、もちろんもちろん、うん、そのブッシュドノエルっていうかいわゆる木の形をしたチョコレートケーキみたいな、はいはいはい、ああいうのもあるし、いろんな形ありますからね、うんうん、それをこの毎年、うん、手を返しなおか、うん、じゃあ基本はじゃあそういうお菓子作りが得意な人とね、うん、なるほど、うん、なるほどね、それ結構なかなか判断基準難しいですね。そういうふうに していくのかな。そういうことですね、うんうん、あ、じゃあプレゼントにケーキの本をあげたりとか、そういいね、もう半年前ぐらいかな、夏ぐらいかな、そうですね、しとかね、うん、訓練しとかないと、うん、なるほどね。で結構まあ存分に毎年楽しんでるっていう。僕はそう、そうなんですよ、うん、クリスマスなんか関係ないよっていう人もいるけど、うん、意外とね、うん、そういう行事、いろんな、うん、行事、それがクリスマスが外国から入ってきたものであろうと、うんうん、そういうの楽しむの好きですね、うん、でも教会に行かれたりとは彼は しないんですよね、ないでしょ、うんうん、まあ、渋谷の街をブラブラとね大岩山から夜景を見るとか。あ、なるほどね。これもじゃあロンニグリに、そうですね、変わった名前ですけど、うん、これも聞かせてください、はい、キティスター。No matter where you may roam, man, I'd even think of marriage, cause you're really peachy keen. We will ride and rope and have our own rodeo. I love you more than Christmas, Kitty Star. Oh yes I do.今日の中では一番スタンダードですね、この曲が。そうですね、清子の夜のカバーを岡田さんが、ね、岡田さんがやってくれまして、うん、はい、というところでね、なんか一年の終わりになるといろいろこの時期にこういろんなことを考えます。あ、今年は、まあ、いいことも悪いこともあったとかね、うんうんうん、来年に向けてのそういうなんかことを考えたりしたりするんですか、こういう音を作りながら。そういう考えにふけらないで、そのままあの突っ走るって感じですね。突っ走るって感じ、そのままじゃあ継続して、じゃあまあクリスマスこれだけこだわるっていうことはまあちょっとまだ先ですけど、正月にもこだわるっていうことですか。そうなんです。これもうすごいまたこれもこだわりそうだよな、お察し通り、うん、
正月なんか袴とか羽織袴それはないですか。それはないんですけど、うん、さっきのクリスマスケーキじゃないけど、うん、ちょっと今度はおせち、おせちなんです、うん、これおせちがね絶対買わないんですよ、うん、そこらでは。あ、全部作るというね、自分で作らないですけどね、うん、いろいろあの手あの手この手を使って、あの手この手っていうところにいろいろ含みがあっていいですねあなたは卵焼き、あなたはなんとかみたいなね、うん、お取りして。なるほどね、うん、じゃあ質問なんですけど、クリスマスケーキを作ってくれる人と、おせち料理を作ってくれる人っていうのは変えないといけないですね。変えないといけないですか、ちょっと洋風とは両方器用な人はなかなか難しいかもね、意外とね。なるほどね、うん、そうか、そういうなんかすごいですね、あるしね。休む暇ないですね。休む暇ないですね。料理作りでね、うん、いやでもご自分作んないじゃないですか。作らないでうるさいです大体僕、いろんなものを、ね、味にうるさい。どっかで食べてきて、うん、これはこうだっていう判断もだし、うんうんうん、でそうなるとやっぱり初詣とかね、そういう、まあ、こうセレモニー的な場所にも行くんですか。それはね、人いっぱいいるでしょう、うん、だから行かないですよね。行かない、行かないというかそのタイミングをずらしますね。タイミングずらす、うんうん、なんかやっぱり食となんか音楽と、っていうところでこう季節感を常に感じていたいっていう。そうですね、まあ、あとこのもちろん街とかね、そういうところもやっぱりちょっとしたことですごい感じられますよね、うん、街中にいてもね、うん、すごい海の近くとかそういうところっていうのはもちろんそうだけど、うん、身近なところに、うん、クリスマスで一番、行きたい場所、今年の日に、あ、まあ表参道のイルミネーションなんてことは言わないと思うんですけど ね、それは言わないですよね言わないと思うんですけど、うん、いい質問ですね、うん、僕前お邪魔した時も言ったかもわかんないんだけど、うん、意外とさっきのお正月じゃないけど意外とクリスマスに京都なんてのがいいかなって、ね、あ、なるほどね、うん、ちょっと違法ついて、はいはい、行ったことあります、その時期に。ないんですけどね、うん、今年あたりは行こうかなって言ってました。なんとなくこう想像するにまた違った空気感があるのかなっていうね、うん、そうですよね、いいじゃないですか。なんかそのクリスマスの時にお寺とかにね、そうそう行くっていうのいいかもしれないですね、なかなかね、ちょっとね、うん、そういうふうに思ってるんですけどね、その気持ちをちょっと味わってみようかな、うんうん、じゃあ今年そうなりそうですか。なりそうですね、今の質問にこの答えるとしたら、うんうんうん、いやいい感じですね。ちょっと意表を聞いてみたい、うん、なんかやっぱりこう意表をつく、まあ音楽でも何でもちょっと意表をつかせる、ちょっと驚かせたいなっていうようなところがあったりしますね、する、うん、そこがやっぱりこういろんなものを作っていく、パワーの源っていう感じなんでしょうかね。そうですね、そういう気持ちっていうのはね、うん、それが結局ものすごくアコースティックなものになったりとか、うん、通常の方にもなったとしても、なんか入り口がそういう感じで、うん、っていうのは気持ちの元になりますね。ね、今回の、キャンディトイズ&スノーっていうね、このクリスマスアルバムもですね、今年クリスマスアルバムってなかなか目ぼしいものがさっきも言いましたけどなかった中で、各紙で絶賛されつつ、なんか驚きましたけど ね、これを持っとけばいいよみたいなこと書いてある私が多いんで、うん、だから持っとけばいいよっていうのは来年も聴けるし再来年も聴けるしっていうね、ありがたいですことなんじゃないでしょうかね、うんうん、今年流行ったクリスマスソング、98年に流行ったクリスマスソングっていうよりかは、うん、スタンダードなものとして、そうですね、うん、残るであろうということなのかなと、うん、やっぱ暖炉の間で聞きたいな私は。ありますね、うん、うん、じゃあ僕が行った北海道にスタジオがあったとか暖炉あったんですね。あ、そうなんですか、うん、とあるレコード会社 の、うん、スタジオに行ったらね、大きな暖炉があって、うん、ちゃんと薪くべてて、そのよく、もちろんちゃんと隔ててますけどスタジオがあってね、なるほどね、そっか、それファンハウスですか。そうなんですよなんて先生ね、いやいやいや、そうでした、なんていうか、そっか、でもあそこはいいって聞きますよね、それでそのちゃんと宿泊設備もあってね、うん、その真ん中に暖炉があるんですよ、スタジオ隔てて、で周りはもう冬に行ったらもう雪景色ですよ、まさしくな感じです ね、 ね、うん、まあ、でもそのクリスマスの時期じゃなくてもその冬っていうところでその場所はすごいいいですね、うん、いいのかもしれないですけどね、はい、まあ今回のそのオムニバスと、まあクリスマスアナログ7インチシングル、
限定300で今213枚まで出てるって言って、さっき話聞いたら18枚まで218枚伸びましたね、伸びましたね、はい、サイレントナイトオンのホリーヒル、はい、これとそして、まあ、今後のね予定というか、はい、うん、あのさっきの話ではないんだけど、あのもう春ぐらいにちょっとこう、うん、春だぞ眠たいぞみたいなやつを、うん、ピアノと簡単なアコギ、うん、ちょっと、まあ、あのサンプリングというかちょっとこう変わったことも言えますけど、うん、そういうのでアルバムを出ししようってみたいなという、うん、ほぼもう完成してるんですけど、ね、うん、歌はそれは歌はちょこっとだけ入ってるんですけど、ほとんどもうあの、うん、ポエトリーリーディングのように入ってるっていうね、うん、じゃあ結構組曲的な感じですか、こうもう全部で最初から頭まで聞いてつながってる、ね、聞いたらそういう感じですね、うん、あの一曲一曲は分かれてるけど、うん、だからまあタイトルもなんかそういうあのスプリングタイド、うん、なんとかスリープみたいなこう感じの、うん、なんかこう歌だねみたいな感じの、うんうん、そうですねなんかアルバム前のアルバムもねそうでしたけど、夏に出たアルバムもそうでしたけど、全体的にそういう感じがしますよね、そうですね、のって、うん、まあ曲でね便宜上は区切れてますけれども、そうですね、最初から最後まで、うん、あのまあだから CD に一番対応してるっていうか、うんうんうん、A 面 B 面だとそこのテンションっていうか流れが途切れてしまうけれども、そうですね、うん、まあ、そう言っていただければ私も、うん、そういうつもりでしたズバリでしたそうか、うん、なんかあの今年のマニアッククリスマスはなかなか良かったですよ、わかりました、ありがとうございました、じゃあ最後にですね、まあこれは今、長い、11曲目の組曲かな、うん、組曲の後にですね、ラストの曲、そのままタイトルね、Candy Toys and Snow をこの流れのまま聞いていただくというところで、いいです、締めさせていただくのかなと思っております。なのでまた、あそうだね、さっき話してたらあのポエトリーリーディング僕やってるのと、なんか一緒にムグとやりましょうってね、話をだからひょっとしたらどっか鎌倉とかその辺りで ねちょっとここと場所とは違いますが、そういうところでできたらななんていうところで来年のぜひ、うん、ビジョンとして考えておきましょうなんて、ありがとうございます、今日のですねゲストは渚十五さんをお迎えしました。それじゃあ、まあ、この番組まだ来週までありますが、はい、良いお年をというところで、良いお年をどうもどうも、どうもありがとうございました。